皆さんこんにちは。阪神の才木浩人投手が6月9日に行われた西武戦で8回までノーヒットノーランに迫る快投を見せました。才木投手は初回から力強いピッチングを披露し、2回までを9者連続凡退に抑えると、3回に1死から死球を与えるも後続を断って無失点に抑えました。5回には先頭の佐藤に死球を与え、源田の犠打で1死2塁とピンチを迎えましたが、古賀、滝沢を打ち取って切り抜けました。7回までは西武打線を相手に無安打無得点の投球を続け、ノーヒットノーランが現実味を帯びてきました。しかし8回の先頭の源田を打ち取った後、突如マウンドを降りるアクシデントがありました。一時はベンチに下がったものの、再びマウンドに復帰した才木投手。源田を打ち取ったものの、1死から代打の山野辺に三塁打を浴びて、ノーヒットノーランはならずじまいでした。それでも才木投手は8回1安打無失点の快投を見せ、12球団トップの7勝目を挙げました。この日の才木投手は序盤はパラパラと雨が降る中でも安定したピッチングを披露。3回に1死から死球を与えたものの、連続三振で切り抜けるなど常に冷静な投球を続けました。5回にも先頭に死球を与え、2死3塁のピンチを迎えましたが、三振で切り抜けるなど集中力が切れることはありませんでした。ノーヒットノーランが目前に迫った8回には1死から代打の山野辺に三塁打を浴びてしまいましたが、その後も動じることなく無失点で切り抜けました。一方、打線は西武の先発渡辺を前に6回までチャンスを作りながらも無得点に終わっていました。しかし 0-0 の同点で迎えた7回、先頭の糸原、梅野の連打から木浪の犠打で1死2、3塁のチャンスを作ると、打席に入った才木投手は空振り三振に倒れたものの、続く中野が前進守備をつく中越敵地三塁打を放って2点を先制。さらに前川もこの日3安打目となるライト前敵地打を放って1点を追加し、3-0とリードを広げました。この日の才木投手は8回まで投げて1安打無失点7奪三振の好投を見せました。阪神が今季初の同一カード3連敗を喫した直後の登板だっただけに、チームにとっても弾みのつく1勝となりました。試合後、岡田監督は才木投手の投球を申し分ないと絶賛。8回に心配されるシーンがあったことについては、3点差だったので1点取られたら変えようかなと思っていたと明かしました。また才木投手が3回に与えた死球について、これでノーヒットノーランになったなと思ったと、早い段階からノーヒットノーランの予感を感じていたことを明かしました。打線についても徐々につながりが出てきたと手応えを口にしました。才木投手は今季12球団トップの7勝目を挙げ、チームも交流戦初の3連勝を飾りました。この勢いを維持して来週以降のオリックス、ソフトバンク戦でも好投が期待されます。才木投手の投球を詳しく見ていくと、まさに完璧と言える内容でした。序盤からピッチングのリズムは抜群で、角度のあるストレートとキレのあるフォークボールを駆使して次々と西武打線を打ち取っていきました。特に印象的だったのは3回に1死から死球を与えた後の立ち直りです。才木投手は動じることなく後続の打者を連続三振に切って取ると、完全に流れを引き寄せました。5回にも2死3塁のピンチを迎えましたが、ここでも三振を奪って切り抜けるなど勝負強さを発揮しました。8回に代打の山野辺に三塁打を浴び、ノーヒットノーランはなりませんでしたが、それまでの投球内容は文句のつけようがありません。7回までわずか1死球奪三振7個という内容は、まさにエースと呼ぶにふさわしい投球だったと言えるでしょう。打線も7回に3点を取って才木投手の快投を援護しました。3連敗の後だけにチームにとっても大きな1勝となったはずです。才木投手は今季すでに2度の完封勝利を挙げるなど安定感抜群の投球を続けています。12球団トップの7勝目を挙げた今回の登板でもその実力の高さを証明しました。来週以降も才木投手の活躍が大いに期待されます。チームにとってもここから巻き返しを図るいいきっかけになったのではないでしょうか。才木投手は試合後のヒーローインタビューでも終始明るい表情を見せていました。8回に足をつった時はちょっとやばいかなと思いましたけど、なんとか投げ切れましたと笑顔で振り返りました。また大記録達成がかかっていたことについては、まあ
なんとなくは意識してましたけど、あまり考えすぎないようにしていましたと冷静に語りました。ノーヒットノーランを逃したことについては悔しいですけどしょうがないですねとコメント。これからも一試合一試合しっかり投げていきたいと思いますと前を向いていました。才木投手の明るいキャラクターはチームメイトからも人気があります。試合後、佐藤輝明選手は、才木くんはいつも明るくてチームの雰囲気を明るくしてくれる存在、今日も最高の投球でしたと称賛しました。梅野龍太郎選手も、才木は本当にすごい、あんなに集中力を切らさずに投げ続けるのは並大抵のことじゃない、これからもチームを引っ張ってほしいとコメントしました。才木投手の活躍はチームにとって欠かせない存在になりつつあります。若くてフレッシュな才木投手がベテランの選手たちを引っ張っていく姿は阪神ファンにとっても頼もしい限りです。才木投手は高校時代から明るいキャラクターとして知られていました。須磨翔風高校時代は3年間学級委員長を務め、文化祭では漫才を披露するなど多才ぶりを発揮していたそうです。目立ちたがり屋で物おじしない性格と言われる才木投手、プロ入り後も1年目から選手が集まる場で一発ギャグを繰り出すなど、その明るさは健在です。阪神は12球団屈指の集客力と多くの報道陣が集まることで知られるチームです。そんな環境の中で萎縮することなく堂々と投球できる才木投手の存在は貴重だと言えるでしょう。才木投手の母久子さんは息子の活躍を喜びつつも、あまりはしゃぎすぎないようにしてほしいと心配しているそうです。小学生の頃は保守一筋で頑張っていた才木投手、当時は10円ハゲをいくつも作ったというほどワイルドな少年だったそうです。才木投手の活躍は阪神ファンのみならず野球ファン全体が注目しています。日本野球界を代表する左腕田中将大投手も才木投手に注目しているそうです。才木くんは本当に素晴らしい投手だと思う。制球力、緩急のコントロール、精神的な強さ、全てを兼ね備えている、これからの活躍が楽しみと才木投手を称賛しました。また才木投手と同学年の阪神西純也投手もライバル心むき出しです。才木には負けたくない、二人で切磋琢磨して阪神の若きエースコンビになりたいと意気込みを語っています。いかがでしたか。今回は才木投手の脳についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。